どうもなめです。おそらく僕は見たことないですね。はい。ちょっと食べたいと思って買ってきました。宇治抹茶メロンパン。新発売って書いてある。見てこれほら。もう抹茶の独特しい色っぽくない？なんかこれ本当に。周りは茶色っぽいよね。今日、宇治抹茶メロンパン。宇治抹茶入りのビスケット生地をかぶせて焼き上げ、宇治抹茶クリームと北海道産小豆の甘納豆をサンドしました。写真をイメージです。ほら、もうこの色がすごいよね、抹茶。あ、小豆だ。入ってるね、よく見たら。へえ。京都はね、まあ、中学の修学旅行で行ったきりなんでね、そんなに思い出っていうか、まあ、そんなに関係ないは深くないんですけど、僕、京都っつったらやっぱ八つ橋かな。抹茶っていうイメージがあんまないんですよね。もうとにかく食べてみよう。あ、僕は八つ橋かな。あとね、金閣寺、銀閣寺とか、そっち系ですね。おお。おお、うわ。緑だよ、ほら、緑。見てほら、亀の甲羅みたい。亀の甲羅だよ、もうこれ。すげえ。ドラシエルみたい。ちなみに中は？あ、なるほどね。中はこんなになってんだ。抹茶のクリームと小豆が入ってます。じゃあ食べてみよう。いただきます。うん。抹茶の味はしますね。そこまでね、苦くはないかな。うん。普通にパンだね。うん、全然苦くない。ああ、うん。小豆が甘いのかな。抹茶飲んだことある人ならわかると思うんですけど、抹茶のあの味をそのままクリームにした感じかな。うん。僕ずーっと抹茶のイメージはずーっと苦いだったんですけど、実際苦いんだろうけど、こういうので、パンとかでこういう味出してくると甘いから、なんか本当の味がわからないんだよね。実際飲んでみないとわかんないのかな。うん。抹茶のクリームと小豆が、うん、いい味出してます、これ。うん。はい、ということで、この宇治抹茶メロンパン食べてみたんですけど、うん。僕は美味しかった。最初本当に苦いイメージかなと思ってたんですけど、苦くなくて、小豆も入ってたんで、うん。でも甘すぎないね、でも。うん。甘すぎず、ほんの少し苦味がある。うん。そんな味でした。うん。まあ、気になった方は食べてみてください。新発売なんで、はい。期間限定とかじゃないんで売ってると思います。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。